みんななら CM 撮影やればできる。チュマちゃん、チュマちゃん、チュマちゃん、チュマちゃん。2夜連続ミキちゃん。マグロ、マグロみたいに。マグロ2夜連続。どうも、ノブロック TV です。本日のゲストはティモンディの2人です。どうもよろしくお願いします。お願いします。なんかね、電通の偉い人とかから高岸のあの動画を見て励まされてる。あ、本当ですか。こんな上の人たちが電通さんまで届いてましたか。クリエイターオブザイヤー撮ってソフトバンクの CM とか作ってるような沢本さんって人がいるんだけど、元気がない時はいつもあの動画を見てます。まあもう高岸、日本のクリエイターを支えてるからね。いや今日もちょっとみんなに心の救急車をですね、届けましょう。今回そういう企画じゃない。今回は違うんだ、ごめんな。本日の企画はこちら、 SKE48 スポンサーで笑ったら CM 降板ドッキリ。うわー、 CM ドッキリ。はい、これはノブロック TV と今一緒にやってるスポンサーさんのレアゾンさんが、これ実際の話、SKE を起用してガチのテレビ CM を撮影するんだって。で、その子たちが今日スポンサーとの顔合わせっていう風に言われてるのね。で、事前に社員から、うちの社長プライドが高くて笑われるのが嫌いだから笑ったりしないでくださいって言った振りを入れた上で、その社長を操ろうっていう。なるほど。あ、ちなみに操ってもらう社長はこちらの方です。うわー、いいですね。そうですね、この方素敵な笑顔だね。素敵な笑顔。でもこの人が嫌じゃない、笑われるの場合って言われて。なんかこの人気難しいんだ。気難しい、嫌じゃないこの人。皆さん私服ですね。あんまりアイドルの私服見ないからな。そうですね、うん、偉い人と会うからちょっと緊張気味もあるかもしれない。そうね、しかも10代の子たちが多いからね。うわー、すいません、じゃあ改めましてよろしくお願いします。お願いします。社長はですね、来るんですけど、うちの社長のちょっとですね、気難しくてですね、笑われるのが嫌いというかですね、ちょっと自分をバカにされてるっていうのがすごく嫌いというかですね、それが原因でちょっと CM 契約がおじゃんになってしまったことも以前ありますので、うん、十分お気をつけください。はい、はい、じゃあ社長が間もなく来ますので、もうよろしくお願いいたします。はい、お願いします。あ、お気にしますか。社長、最初はドアなかなか開かないっていうのからいきましょう。うん、あれちょっと閉まってんの。あ、すいません、すいません、聞くやつだったんですよ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。全然笑わない。あ、すごいですね。あ、じゃあ皆さん、はじめまして、福山雅治と言います。福山雅治と申します。 SKE48 です。あ、よろしくお願いします。ちょっと絶対突っ込む。大変でした。皆さんが知ってる福山雅治と同姓同名で、福山雅治の福山に、福山雅治の雅治で福山雅治です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、なんか緊張しちゃうね。ね、僕だけかな。年齢離れてるもんな。年齢離れてるもんな。年齢離れてる。タイピングしてください。どういう時生きてて楽しいなって思う。どういう時生きてて楽しいなと思う。社長がライブしてる時です。ライブ。俺もライブしたら楽しいかな。楽しいと思います。じゃあまずライバー出てみようかな。4月2日ライブに出るタイミング。4月2日下手なこと言っちゃったから。スケジュール決め、緊張ほぐすようなことをちょっと言おうかなって言って立ち上がってください。あ、ちょっとじゃあ緊張ほぐすようなこと言おうかな。なんかギャグとかがいいかな。みんなどんな人が好きなの、芸人さんとか。チュウヘイさん。チュウヘイさん。チュウヘイさん。なるほど。OKOK。
何も思いつきませんでした。笑っちゃうよ、そりゃ。そりゃそうだね。振り落ち効いてるもんね。打ち解けていけるといいね。打ち解けていけるといいね。嫌な社長。みんなあだ名とかあるのかな。みんなあだ名とかあるのかな。私、中村泉って言うんですけど、イズリンって言います。イズリン、はい。私、中野愛理なんですけど、ラブリンって言います。私は、メンバーからは結構、ちまちゃんって呼ばれたりしてます。ラブリン、なんかラブリン、イズリン、イズリン、ちゅまちゃん、ちゅまちゃん、嬉しいですね。はい、続いては、続いては石塚みずきって言うんですけど、石塚の石津って言われます。石津は英語表記ですか。石津は英語表記ですか。ひらがなです。ひらがなか、はい、そりゃそうか。変なこと言ったって思われてそうだな。あ、ごめんなさい、心の声でした。それは気難しいって言われるわ。続いては青木理香って言うんですけど、ニックネームが青木。青木以外呼ばれない。理香ちゃんか、リアンっていうあだ名もあるんですけど。あるじゃん、あるじゃん。ちょっと自分でもうお蔵入りにしてて、青木さんのお蔵をパントマイムで、青木さんのお蔵をギー、理香ちゃん。続いては私、坂本マリンで、公式ニックネームは普通にマリンなんですけど、メンバーからはモロタンって呼ばれたりします。モロタン、はい、モロタンタンタタンタン、モロタンタンタタンタン。ラブリン、はい、イズリン、チュンマちゃん、チュンマちゃん。石津、青木の扉を開けて、リカちゃん。モロタンタンタタンタン。イエ。いいチームだ。いいチームだ。さあ、続いてのメンバーは。なんだと思ってんだ。これなんだと思ってんだ。ミキって言うんですけど、ミキちゃんとか。最近はミキティアンって言われます。ニアレン、ミキちゃん、ニア連続、ミキちゃん。マグロ、マグロみたいに、マグロニア連続。どう、マグロっぽく言ってみたの。伝わりました。じゃあこれからはミキちゃんのあだ名は、マグロで。マグロで。かわいそう。続いてのメンバー。私、あだ名がなくて、逆に福山さんにいただきたいです。マグロは好きですか。マグロは好きです。食べないですか。伊藤さんどう。伊藤さんどう。マグロ、あげちゃっていいですか。あ、あげちゃっていいです。みんないらないんだ、マグロ。マグロ、まあ、マグロが宙に浮いてます。今、マグロが宙に浮いてます。欲しい人。イズリン。欲しい。欲しいです。じゃあマグリンで行こう。マグリンで行こう。はい、どう、マグリン。とても可愛いです。じゃあもう松本だ。じゃあもう松本だ。じゃあみんな呼んじゃおうかな。マグリン。はい。モロタンタンタタンタン。いえ。ラブリン。チュマちゃん、チュマちゃん。石津。青木の扉を開けて、リカちゃん。ミキちゃん。松本。松本。もう笑ってるやん。僕だけないな。僕だけないな。なんか決めてほしいんだけど、なんかある人いる。マグロ。マグロ、
いいのもらって、はい、みんなめちゃ笑ってるんだけど、キロ何円だと僕、キロ何円だと思う。3そんな高いの1キロ松本笑ってんな、うん、松本笑ってんだ、まあ、そのぐらい価値がある。じゃあ松本、俺キロいくら行ってみろ。100万。安すぎるだろ。買える値段で3億の手がかかるかな。チュンマちゃん、チュンマちゃん、どう思う？グラム3億じゃないですか。グラム3億、はい、それは高すぎる。やりすぎ。かわいそう。よかれた。もうマグロの話やめない。ちなみに CM って何撮るか知ってます？ちなみに CM って何撮るか知ってます？俺まだ見てないんだよね。俺まだ見てないんだよね。誰も教えてくんないんだよね。俺なんかいなくてもいいのかね。俺なんかいなくてもいいのかね。全部決まってるもんね。どう思う？かわいそう。かわいそう。僕関わってないんだけど。僕関わってないんだけど。CM の説明しようかな。CM の説明しようかな。盛り上がってきたしね。俺だけ？かわいそう。かわいい、この人生きづらそうだな。社員の人に、どう、俺だけだったな。俺だけだったな。みんなちょっと困ってた。じゃあ、チュンマちゃんとかも困ってたんだ。川島さん、どうですか？困ってないです。楽しかったんです。川島さんって呼ぶんじゃない？川島さんですか？川島さんって呼ぶんじゃないよ。チュンマちゃんって呼ぶんだよ。言い直せ。チュンマちゃん、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 連続で2人交互で、チュンマちゃん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 。そういうことで明らかにだけど、そのミキちゃんがすごいテンション低いんだよね。あ、じゃあ社員、じゃあ社員、ミキちゃん元気ないから元気の出る一発ギャグやってみよう。これからそれからいろんなことがある。いろんなことがある。じっくり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 、その経験を肥やしにして成長していけばいいと思う。その経験を肥やしにして成長していけばいいと思う。今日からあなたは、今日からあなたはバームクーヘンだ、バームクーヘンだ、バームクーヘンだって。こいついいこと言うんだろうな。じゃあちょっとみんな元気ないから元気が出る一言言おうかな。立ち上がってみんななら CM 撮影やればできる。みんななら CM 撮影やればできる。今さらに一番キョトンとしてるけど。みんなで行ってみようか。せーの、2夜連続マグロ。2夜連続マグロ。すげえ軍だ、すげえ軍だ。せーの、2夜連続マグロ。もっと大きな声で言えるだろ、うん、せーの、2夜連続マグロ。チュンマちゃん。もう行こう、もう行こう、お疲れ様でした。皆さん、皆さん、こんにちは。こんにちは。お疲れ様でした。ちょっと待って、そのすげえ泣いてる。え、ちょっとちょっとどうしちゃったの、どうしちゃったんですか。怖かった。声枕さ、CM 撮影も嘘だったって撮ってみたら大丈夫じゃん。あの、ちゃんと CM 撮影あるんで大丈夫です、はい、あと本当のスポンサーの上で見てたんで大丈夫です。あの、さっきの偽のスポンサーだけど本当のスポンサーの上で見てたんで大丈夫です、はい、あの、一向に泣き止まないけど大丈夫です。でもさ、途中からさ、こんなおっさん言うわけないんだって。
かいろんな人いるから頑張ろうと思う。やってくれたなと思う。途中から笑いがこらえられなくなってずっと地面を見てたんですけど、なんか面白かったです。これで名前が覚えてもらえたら。私は最初に名前を確認された時から怪しいなって思ってて、この状況を密かに楽しんでおりました。途中からあ、もうそういうことねって思って、本当に笑いが止められませんでした。あの詰めりすぎてここが赤くなりました。はい、ちょマグロのように赤くなりました。衝撃的すぎて、私一番先輩なのでみんな守ってあげようと思ったんですけど、ひたすらその社長の機嫌を損ねないように頑張ってました。すごい途中からなんかちまちゃんって言われてるのがすごい楽しくなったりとか、なんかすごい美味しくしていただけて、すごいあの楽しかったし面白かったし嬉しかったので、ぜひ名前を覚えてくださったら嬉しいです。社長さんがすごいあのいい人なんだろうなって途中から思ったので、怖かったんですけど楽しかったです。何よりも、もうなんか逆にドッキリで良かったなって思うくらい、なんか怖くてどうしようかなって思ってたんですけど、すごいなんか初めてドッキリでなんかすごいびっくりしました。でも楽しかったです。今回はこんなような企画ですごいびっくりしたんですけど、なんかもう終始なんでこの人社長になれたのかなってずっと考えてて、いろいろ世間を学べた気がしました。